マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回はですね、秘宝なのかそれとも吉報なのかよくわからない報告を皆さんにしていきたいと思いまーす。はい、というのもですね、この度私マスオ3年間以上住んだこちらの家をですね、引っ越すことになりました。お引っ越しだよっ。ということで、まあ YouTuber が引っ越したところで皆さんからしたらね、まあ新しさね、ないかもしれない。まあ YouTuber よく引っ越しますからねっていう感じだと思うんですけど、いや僕からしたらね、結構大きいんだよね。あんまり僕さ、ちょこちょこ引っ越す、住むところ変えたいって思うタイプじゃないから、いや引っ越しかーと思って、今内心なんかドキ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 いろいろしてるんですけど、はい。まあね、なぜ今回引っ越すことになったのかということもね、もうすごい悲しいストーリーもあるんですけど、それも合わせてね、今回はね、皆さんにね、ご紹介していきたい。まずですね、今年2019年の目標で僕は引っ越すってことをね、掲げてました。2019年は必ず引っ越すぞ、もうちょっと広い家がいいぞってことで、この2019年過ごしてきました。ですがですね、あ、引っ越さなくてもなんかいいなって最近になって思ってたんです。というのも、まあ皆さん見ていただいたかわかんないですけど、部屋改造っていう形で、まあ僕のね、めちゃくちゃ汚かった寝室を片付ける動画や、まあぐちゃぐちゃだったリビングをスッキリ、まあね、家具とかね、こう机とか変えてスッキリさせる動画だったりとか、このね、後ろに見える水槽の位置を変えるといったね、まあそういった形の部屋改造をして、引っ越す前に、まずは自分の部屋をきれいにこう管理できるようにならなきゃいけないなと思って、部屋改造造形 YouTuber にドドドドドってね、こうね、邁進してたんですよ。ですが、引っ越すっていう、おいおいおい、今までの部屋改造何だったんだと皆さんも思ってるかもしれないですけど、僕が一番思ってる、あー、今までの部屋改造無駄になってしまったっていうね、悲しみがあるんですけど。で、まあその理由ですよね。引っ越さなくてもいいやって思ったはずなのに、なぜ引っ越すんだマスオと。理由はですね、ものすごくシンプルなんですけど、ネット回線です。インターネットのネット回線が原因でこの度引っ越すことになりました。皆さん、自分の家のネット回線が早いか遅いかってご存知ですか？いや、僕ね、あんまり自分の家のネット回線の速度って今まで調べたことなかったんですけど、この前、iPhone の動画を上げた時に、まあ僕、それで自分の家のネットの回線を測ってアップしたんですよ、動画で。そしたら、いや、マスオさんち、ネット遅すぎでしょ、それ、みたいなね、コメントで溢れ返りまして、ちょっとね、調べてみたんです。で、皆さんからもいろいろ聞いたらですね、なんと、この、僕が今まで YouTube 活動をしてた、この家のネット回線なんですけど、もうめちゃくちゃ、ネット回線が遅いってことが発覚したんです。まあ大体、早い人だと、1ギガとか。あと、2ギガとか出るところもあんのかもしれない。まあ、そんなに速くないよっていう人でも100ぐらいの数字が出たりとか、まあその速度ですよね。大きければ大きいほど速いんですけど、で、普通の携帯、この 4G の速度だと2、30とか、まあ出たりする、そういう速度があるんですけど、なんとですね、僕のこの今住んでる家なんですけど、遅い時、2しか出ないです。2。2メガバイト。1000出る人もいる中、2。で、調子いい時で50。まあ、昼間のネット誰も使ってないような時は50ぐらい出る。けど、まあ、夜のね、例えば僕が生放送したいなって、皆さんがね、生放送とか動画を見たいなっていう時間帯は、もうね、10もいかなくなるの。だから、携帯電話よりも僕の家のネットの回線が遅いっていうことが発覚しちゃって、あー、これはまずいな、ということで、まあ、引っ越すことになりました。なんかね、確かに、今思えばなんですよ。この家に引っ越してきた時に、あー、なんかネット回線ちょっと遅いなって確かに少し思ったんですよね。そういえば。で、あー、なんか遅いな、まあ、でも大丈夫かと思って。まあ、やってたんですけど、はい、めちゃくちゃ遅かったみたいです。で、一応ね、不動産会社に、とか、あと、NTT さんに電話して、まあ、この家をネット早くできないんですかと、いう風に聞いたら、NTT さんでは、まあ、できないですね、と。なんか、電波が来るじゃないですか。まず、マンションに、その回線が入るんですよ。で、マンションから家にこう来るんですけど、この電線からこのマンションに、こう、早いやつがね、うち来てないみたいなんですよね。だから、もう、このマンションを大規模な感じで工事しないと、ネットは早くならないっていうね、もうね、もう積んだ。
積んだ状態っていうことで、まあ引っ越すことに、まあなっちゃいました。思い返せばね、生放送の時にさ、すごく僕ゲームラグかったりさ、回線落ちしたりさ、あとカクカクになったりするのはそういうことだったのかと思ってね。せっかく部屋改造したのになー、残念だなーっていうのもあるんですけど、しょうがないですね。ということで、引っ越すためにこれからいろいろ頑張っていきまーす。物件もね、今探して内見行ったりとかもしてるんですけど、まあ審査がね、どう通るかとか、まあいろいろあって、まあ引っ越す家が決まって引っ越しますってなった時はですね、また皆さんにね、その様子をね、動画でね、ご紹介していきたいと思います。家なんですよ、ここだって。僕ね、別にそんなにすごい、こう、いい家住みたい欲ないから。ほら、いい家だよね。これだってね。すごくいい家だよね。十分だよね。はい。ということで、今回のね、報告になります。ということでですね、秘宝なのか吉報なのかよくわからないね、報告をさせていただいたんですが、まあ、本来2019年の目標であった引っ越しができるっていうことで、まあ、内心ちょっとワクワクしてます。まあ、一年で一番忙しい時期なんじゃないかっていうね、この時期に引っ越すことになったのはね、かなりやばいはやばいんですけど、はい、倒れないように、頑張りますので、皆さんね、引っ越し動画もぜひ楽しみにしていてください。今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひね、引っ越しの時こんな動画見たいっていうものがありましたら、コメント欄でお待ちしております。以上、マスオ TV でした。また見てください。バイバーイ。いやー、次の部屋どういう風にしよう。悩むなー。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。